かすごい気球みたい。あ、歌か、マイクか。ありがとうございます。あ、唇なくなったね。ちょっと前までめちゃ唇がいっぱいどん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 って感じだったけどじゃなくなったんですね。こんにちは。そうですね、もう6月も今日で4日目。なんか4日目になってくるとだんだんその新しい月の新鮮味がなんか薄れてきちゃうんですね。でもっと5日くらいまであると思ってたな、このなんか新鮮な新しい月の始まりみたいなこの感じが。すごい、だるまをいっぱい投げてくれてありがとうございます。早いよね。そうなんですよ、本当に早い。いや本当だよ、ちゃんとさ洋服を着てるのが久しぶり。これちなみに、でもこれめっちゃ最近買った服、着てなかったの。そう、なんか着ようと思った日があったけど一回着てみて、なんか多分その日はなんか違うなって思ってやめた。なんか破片がある、やばい。コスメの何かの破片を見つけました。入れ物の、悲しい。ね、本当だよね。ちょっとさ本当だよね。しかもさ、メイクをさしてることすら本当に久しぶり。やべそれをファンの人にまでもうバレてるのがやばい。バレるか、そりゃバレるも何もだよね。そりゃそうだよねいつもすっぴん T シャツのやつっていう感じがやばすぎるやばすぎる、本当に。ちょっと危機感を持ちますね。もうしっかりねしていかなきゃ。だってさ、 T シャツ、スウェット大好き、パーカースウェット大好きなんですよ。パーカースウェットが可愛いじゃないですか。パーカースウェットが好きいや、え、でもこのブラウスはね一目惚れして買ったんだよ。でもなんかこの線はちょっとよくわかんないなって思ったけどなんなんこいつって感じですよ。すいませんでした。でもパーカーとスウェットもその妥協してないよ、好きだから。レッスンでいっぱい着るし、家でも着るし。スニーカーは妥協する、あんまりこだわってないわかるけれども、だって着やすい、着心地が良くてさ可愛いのが一番じゃん。逆にでもさ、ほらないじゃん。逆にアイドルしてる時は衣装だしさ、配信イベントの時はさなんかちゃんとした私服を着るしさ、その
衣装じゃん、いつも。たそのなんか配信が多いだけ、配信が日常で多いだけでそうだよ、だからそうだよ配信、そうそうそう、そうだよ。ね、さっきさ DMM でさ、あの夢品公園が、あれ何、マシモンが選んだの？夢品公園があって、あの今多分特別なやつなんですよね。そう、あその夢品公園には私は出てなかったんですけど、私なんかきっと本当になんか夢品公園めっちゃ大好きだって思いました。なんか結構前からずっと大好きな公園、一番好きな公園って言ってたんですけど、なんか改めて見て、なんだろう、今までもこれからも多分一番好きなのは夢品公園だなって思いました。なんか曲が好きなのもそうだし、でもなんかあの時のこうなんかリハーサルから本番にかけて、研究生もそのアンダーだけど一緒にその先輩たちとフリーレンになんか後ろでね一緒に参加させていただいてたりとか、そのなんか劇場でのリハーサルとかもうずっとなんかやってた、そのなんかあの時の空気感が好きだったかも。なんかすごくめっちゃでも怖かったんですけど、なんかもう研究生のみんなは本当になんかついていくので精一杯だったし、そうめっちゃ大変だったけど、なんか今思えばそれもすごく成長できた公演な気がする、夢品公演。めっちゃ大好き、なんか大本当なんかこれ大好きって思いました、配信を見てて。なんかでも今めっちゃ本当あの映像に映ってるメンバーでもうみんなほとんど卒業されているので、なんかそれでちょっと寂しくなりましたなんかなんかうーん寂しくなっちゃったな、卒業していっちゃったなって気持ち悲しい、寂しい、戻ってきてほしい、戻ってきてほしいって思っちゃう。私も何かセレクトできるときは自分の夢品公演の初日を、なんか前にも選んだ気がする、夢品公演の初日。でも私にとって夢品公演のアンダーデビューの日が本当に結構もう今でも覚えてる、しっかり。だからセレクトできるってなったら夢品公園のあの自分のアンダーデビューの日を選ぼうかなって思いました。
そうだよね、その頃の私をさ知らないファンの方も今はさたくさんいらっしゃると思うから。 MC で何喋ったか、あ、自己紹介 MC で何喋ったかはね覚えてますよ。はい、 NGT 知ったの最近なので昔のことを知りたいです。もっと NGT の昔はもう本当に本当に本当に最高です。本当にファンですかみたいな。いやもうでも私は一期生さんを見てもう何なんか初めてその何かにハマったんです。あんまり本当になんかハマるとかないんです、全然私。え、最高だよ。初見です。本当ですか。だってさ初見の人ってさ、あの初見ですってさ青のあれがつくじゃん、つくじゃんね。トゥトゥルルトゥトゥじゃんじゃ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 ん。何の曲だろう。今日は初見ってことじゃない。あーおーなるほどね。なんだっけ、なんかさ昔のドラマでさ新垣結衣さん主演のドラマでなんか一日でその寝たら記憶をがリセットされちゃうみたいなドラマがを今思い出しました。寝たらねその自分寝てその起きてからこう目の前に資料が置かれてて自分が誰でなんかどこに住んでてみたいな、一回それをその記憶として入れてから一日をスタートするみたいな。あ、そう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 、なんて読むのこれ、備忘録、置き手紙京子の備忘録、それかも。それでそれでそれそれ、なんかあの白い紙のやつ好きだった。なんか覚えるのが早いんだよね、寝たら忘れちゃうんだけど、その与えられた知識を吸収するのがめっちゃ早いみたいな。でも一日でなんか忘れちゃうからそのあなた誰みたいな感じになっちゃう。どちら様ですかって、それかもって思った今だから置き手紙京子さんと同じタイプの方が今日初めましてって言ってくれたのかなって、そこまでは思ってないですけど、なんか今それを思い出しました。え、9年前のドラマなの、やば。9年前か。え、11歳とか小学校5年生とかですかね。小5か小4。マジか。むむ。
こんにちは、ワッフル。ワッフル。メイクしてるの見慣れない。メイクしてるの見慣れないですよね。わかります。先週久しぶりにハルルン公演見たけど、やっぱ面白いです。面白いのかな。面白いはさ、どういうあれ？いや、あの基本褒め側、褒めてる、褒めてくれてるんだよ。でも違う違う。なんかちょっと物足りないかもしれない。もう一声もう一声ないと頑張れないです。ちょっとそうだよ、私リリカと似てるの。私はリリカと似てるって言われてすごく嬉しいんだけど、リリカはちょっとどうか分かんないリリカはどうか分かんない。でもきっとね、内心嬉しいんですよ。公園でさ、夜公演さ、喉枯れちゃって喋ってる途中に、いや、なんかあのね、そうそう話そうと思ってたの。なんかね、絶望の後でだったんですよ、その MC の前の曲が。絶望の後でので、なんか喉のこう、なんかこう、なんかわかんないけど、なんかこうやっちゃったって、やっちゃった感覚があったんです。なんかあれみたいな、なんか喉仏を入れ替えたみたいな感覚的には。初めてでした、なんか人生で初めての喉の壊し方をしました。でもなんかすぐ治ったからあれなんですけど、乾燥もあったのかなって。なんか絶望の後でが、なんかいつもよりも何、客観的じゃなくて主観になってやってた気がするな。だからなんか変な風に喉のコントロールがちょっとできてなかった気がする。それで喋り出した時はなんかやったなとは思ったんですけど、別に最初は声出てたんですけど、喋っているうちに声が枯れてきてそう、え、でもなんか声がさ、あまりにもさ枯れてたからさ、なんかみんなはさ、なんか確かにそうだよね、私は全然へっちゃらなんですけど、なんかそれでちょっと笑うわけにもいかないじゃないですか、変な声で。だからなんかもう MC でさ仕切りだったけどさ、なんか声枯れちゃったからさ、ちょっと変な空気にしちゃって申し訳ないと思っちゃって、そう、そうなんですよ。なんかね、
あ、変な空気はよくある。いや、そう、配信の感覚、配信でしか喋ってないからさ、ちょっと MC 本当にね、ごめんなさいね。もうさ、 MC だけは6年やっても全然成長しないの。なんかね、おしゃべりなの、すごくおしゃべりになってるんです。なんかお話をしてる状態だから本当これは NGT 劇場だからこんなになんか和やかにしていただけるだけであって、本当にそれ以外のところであんなトークをやっちゃいけないよってすごく自分に対してめちゃめちゃ思ってて、いや、なんか後輩のお手本には本当そこだけは絶対になれないんです。なんかナナミとかはあのちゃんと MC のこととか多分考えてるんですね。うん、だからなんか MC についてよくなんか言ってる気がする、後輩にも。でもその時私は隣でめっちゃ静かにしてるちょっと人のこと言えないからめっちゃ静かにしてる、本当もう存在を消してる。この感じで私が、いや、そこはもうちょっとなんかキレよく言った方が良かったねみたいなこと言ったらさ、変じゃないですか。だからあの、ななみ別にそんな言い方してないですよ。でもなんかななみはそのちゃんと MC で結構その公演ってその曲は同じだから多分唯一その内容がガラッと変わるのは MC だけじゃないですか。だからすごい MC を多分重要視してるんですね。ひしひしと伝わってくるの、それがそう、だからね、後輩にもちゃんと、なんかこの前の4期生のイベント公演の時もななみとはるかでなんかお邪魔したんだけど、ななみはちゃんとその MC について言ってて、なんか本当に姿を消そうって思った、私は本当にちょっとなんか本当にあのもうね、それだけは本当本当にもうパフォーマンスのことだったらね、私も6年一応やってたからなんかアドバイス、参考までにのアドバイスだったらできるんですけど、もう MC は本当にあのダメダメで好き勝手喋ってる、好き勝手喋ってるか急に空気を読んで喋らなくなっちゃう時があるので、頑張ってくれ自分って思いながら、うん、そうだな、でもなんか6年やってこれだからちょっともう限界を感じてるところはありますねあ、私はそのちゃんとこうオチまで持っていけるようなトークを繰り広げることが多分本当に根っこから苦手なんだなっていうふうにはすごく思うので、多分この感じでこれからも行ってしまうとは思うんですけど、この部分だけはその後輩には絶対に見守られないように、なんて言うんだっけこれちょっと待って忘れちゃった、まあそういうことですね、分かってください、見守られないようにしていきたいな絶対違う、なんて言うんだっけ見習わられないように、見習わないように、この部分だけは真似されないように、見習われない、見習わないようにしていただきたいなって思います。え、そう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 、外ではちゃんと話せるんだよ私、勘違いしないでいただきたい外では話せるんです。え、ちょっとわかんない、ちょっと自信
過剰になんかえわかえでもさ外では喋れますよ。なんかはい安心して。ここの土地にやってきて何年経った。でで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 で。TDC の MC でハルルを見つけたけど確かに変わってない。見つけてくれてありがとう。そしてあの頃も今も私はここにいるよ変わらずにここにいるよ。 TDC の MC 懐かしいね。なんだっけあのさ私 TDC やばいよこれちょっともうえ小越遥を語るには TDC コンサートはちょっと外せないかもしれないですね。あれアーカイブいつかやんないのかな。なんか本当に思うんだけどね、最近見つけてくれた方がさ、そのなんか私のこう昔話をさ、昔話結構しちゃうんだけど、昔話を配信でした時になんか全然わかんなくって置いてかれちゃってるような気持ちにならないシステムが欲しいって、すごくだから今までのコンサートとか公演とかその全部じゃなくていいから公演もなんか要所要所をちゃんとアーカイブでいつでも見れる状態が欲しいですよね。欲しいんです。でも TDC コンサートはね本当に私のアイドル人生の転機と言っても過言ではないでした。初めての NGT48 の中で選抜みたいなのに入れたという、シングルではない選抜なんですけど、コンサート選抜みたいな。それまで全然あのそこからなんです。そこからちゃんと成長できるようになった、チャンス到来みたいな時だったので。そうだね、円盤化って最近ないんですね。なんでなんだろうね。なんかえだってさ、円盤化すること自体はさ別に何そのなんていう の, あのお金の問題だってきっと 言われるんでしょうけど、え絶対なんでなんだろうね。どういういろんな契約とかなんか契約してる会社さんとかとかととかとかとかの問題なのかな。難しい難しい。MC で何やってた、いや覚えてないそこは覚えてないんかいって。え TDC コンサートの MC で何を喋ったのかはね、あの風景は覚えてるんですけど内容をちょっと忘れちゃいましたね。でもね、はるか村の PR をしっかりしたっていうのはなんとなく覚えてます。多分それかな。はるか村の PR をちゃんとした、本当にその今まで絶対的に一期生さんがいらっしゃって、でその研究生の何研究生って感じだったから、その研究生の中でもう序列めっちゃ下だったんですよ。だからもう本当に一期生さんなんてもう遠くの遠くの存在だった私からしたら。
なんだろう、1期生さんとギリギリ共演できるくらい の、 その研究生の中 の、 あの上の子たちは、まあ、あと一歩って感じの感覚だったかもしれないけど、私はそのもう1期生さんと一緒のステージに立つなんて全然もうまだ先の話だと思ってたから。でもあの時多分 TDC 選抜に入れてもらえたのは、一応合宿で歌とダンスのその審査みたいなのがあったんですけど、歌とダンスのその多分実力、その時の実力というよりかはこれからの可能性とかっていう部分で多分入れていただいたから、全然あの時はもう本当に TD 新コンサートもうボロボロだったんですよ。本当にマネージャーさんに一人だけ呼び出されて、おごい、お前ちゃんとマジでついていけるように頑張んなきゃ本当にやばいからなって言われたくらい、結構なあのやばい、そう、問題児だったんです。できなさすぎて本当に怖かったんだから今こうやって笑って話せるかもしれないけど、もうあの時もう毎日下を向いて帰って、なんか確認をしなきゃいけないから次の日までに、なんか覚え言われたこと、その時にその場で立ち打ちとか振りとかをやるから、なんか先輩たちは覚えるのがめちゃくちゃ早くって、で同期もなんか2期生ね、割と最初からなんかダンスできてたんですよ。なんかめちゃくちゃその下手くそなのは私、下手くそって人のこと言っちゃあんま本当良くないんですけど、下手くそっていうのはじゃあ私ね。でもなんか本当だからダンスがすっごく覚えるのも遅いし、センスがなさすぎるし、もうひっちゃかめっちゃかだったんですよ。もう鏡の前に立ちたくないみたいな、みんな踊れてるのに自分だけ踊れてないみたいなのが、なんかもう鏡越しだからみんなにも見えてるわけじゃないですか。もうね、すごいそれはめちゃくちゃ気持ち的にすごいやばかった。入ってからほぼ毎日基礎レッスンがあったんだけど、その基礎レッスンでこうリズムトレーニングみたいな、それもなんかダンスやってる子とか、なんか運動部だった子は結構センスがすごい最初からある子が多くて、そうセンスがあったのみんな。でも私本当にダメで、なんかその運動部に所属したことが今までなかったのと、基本的になんか頭で結構考えるタイプで体が動かないんですよ。頭では分かってるんだけど体が動かないみたいな、そうすごいね、すごい困った。しかもみんなまだ若くて中学生だから、なんかできないともういじられるんですねそう、それであのその場では笑ってるけど本当にめちゃくちゃ落ち込んでて、もうすごい心底傷ついて、もうめちゃくちゃ基礎レッスンにもなんかもういけないやみたいな感じだったけど、なんかあの時代があったからね、ようやく人間になれたみたいな気持ちだから、なんかあの時パフォーマンス全然、正直パフォーマンスで私はファンの人に見つけてもらえないと思うから、うーん、なんかパフォーマンスは下手くそなところからまあマシになるまでとりあえず頑張ろうって、一応その見てられる程度までになろうみたいな感じ。もう今本当に見てられないから、見てられる程度、ちょっとでもいいからマシになれみたいな気持ち。あ、そうです。だから NGT48 っていう曲はめっちゃシンプルな振り付けじゃないですか。研究生公演でやってたんですけど、あの時からなんかパフォーマンスへの意識が変わったところでした。すごい今なんか一人で歴史を語ってるでも感覚的にはすごいなんかそこで何
技術の感覚じゃないけど、あ、パフォーマンス楽しいんだって思ったポイントでした。なんか本当に映像を見て今残ってたら絶対に見たくないっていうくらいに、なんかもうぐちゃぐちゃでいいし、ボロボロでいいし、もうめちゃくちゃブスでもいいから、とにかくなんか NGT48 っていう曲が、あのずっと憧れで やりたい、 NGT に入ってやるのが憧れの曲でもあったから、なんかその気持ちをは私は誰にも負けないぞっていう気持ちで、そう、え、絶対それだけは負けない、私が一番みたいな気持ちでやってたから、なんか多分めっちゃ下手くそだし、すんごい顔の原型をとどめていないほどぐちゃぐちゃだと思うんですけど、でもなんかファンの人がそれで見つけてくれた方が結構いて、なんか頑張ってめちゃくちゃ激しく踊ってて、なんかすごいこっちもめちゃめちゃなんか気持ちいいだよねみたいな言ってくれるファンの人が増えてきて、なんかそこから、え、なんか私のパフォーマンスも見てもらえてるんだみたいな、なんか自分でなんか考えて他の子と違うことしようみたいなちょっと思った時だったから、そう、なんかそれでパフォーマンスも頑張れそうって思った時でした。でもあの時本当になんかもう酸欠ギリギリだったからやばかったけど、でも研究生公演本当になんか頑張ってよかったなって今すごく思います。もう意地でやってました。公演ね、なんか久しぶりに公演に出て、でもどうだろう、なんか基本的に私自分に自信がないんですね。だからうーん、何をやっても落ち込まないことがなくって、この前の公演もうーん、何だろう、なんか公演、え、なんて言えばいいのかな、いろんな遥がいるから、なんかもちろん公演を心の底から楽しんでるんだけど、でも違う私から見てもう心底自分のことを嫌いになってる私もいて、公演をやるから、やる通して、やる公演を通して見て、改めて DMM で、なんかそれはでもめっちゃ、何、初期の頃からそうで、公演をやるたびに自分のことが嫌いになってる自分もいるというか、でもその真逆でめっちゃ公演楽しいって、もっとやりたいって思ってる自分もいて、なんかそれの、何、めっちゃ真逆のことを思ってるバランス、なんか調合されたのが私本体みたいな感じで常にいますね。ダメだったポイントたくさんあげられるもん、自分の。昔の話だったら全然できるけど、今の話はもうタイムリーすぎるじゃないですか。で、なんか悩み、何、自分の嫌いなところをが、その何、人から見てそんなことないよっていう人っているじゃないですか。でも私の場合はそうじゃないっていう、なんか
自信がなんかあるんですね。だからなんか自分の嫌いなところとか、なんかうまくいかなかったところをあげて、あ確かにって言われるのも傷つくんです。分かってるから、もう自分でも分かってるからってなっちゃうから、だから口には出さないし、なんだろう、自分の中で、あ自分のここ嫌いだなって受け入れる、受け止めるみたいな。でも何が大事って自信なんですよね。なんか何よりも自信持ってやることが大事なんだろうなって思うけど、でもなんかちゃんと私にはこういういいところがあるって自他ともに認められるいいところがないと自信にならないんだよね。本当に。だからなんかそのために努力しようって、いろんななんかあると思うんですけど、そのアイドルのパフォーマンスをするときに緊張するとかって、その緊張って種類があると思うんですけど、もちろんその本番の空気感って練習の時には味わわないものだから、それによる緊張もあるけど、でもなんか緊張って不安から来るもので、不安って練習不足だと思うから、ってエレクトーン習ってた時に先生に言われて、なんかその時にはって思って、あ私練習不足なんだなって、努力不足なんだなってすごい思ったから、なんか今でも緊張するたびに、あ準備が足りてなかったんだなって毎回自分のことを責めますね。そうやってでもなんかかっこいいですよね、そんな風に言ってる人。なんか先生かっこいいなって思っちゃった。そっか、緊張って不安から来て、不安って練習不足なんだって。だからきっと不安を一つ一つなくしていく作業ですよね。プラスここだけは自分見て一番いいでしょっていうポイントがどんどんたくさん作っていけるといいですよね、きっと。頑張んなきゃな。最近おしゃべり会やってないんですけど、そろそろあのガッタファンの方でおしゃべり会がねなんかあるんですよね。とかあの私きっと生誕月なので、そろそろあのみんなね生誕月の子が おしゃべり会やってるんですよ。そうおしゃべり会を全然最近シングルがね最新シングルがもうリカさんの卒業シングルなので、そうしばらくやってないんですけど、しゃべり会やったらさ来てくれるのかな。
なんかさ自信なくなっちゃうんですよね。その何ファンの方の中でもその基本的にあんま SNS やってないよみたいな方、ショールームは見てるけどコメントはしないよみたいな方もなんかいらっしゃるっていうのはなんかおしゃべり会にね来てくれて言ってくれる人もいるから、だからなんかあなんかこう私が普段 SNS とかで何見てないところにもファンの方っていらっしゃるんだなって思うけど、でもなんか不安になっちゃう、あれみんないるかなって。そう隠れ村民がね、トントントン、タタンタンタタタタタタ、チャチャチャン。そうですよ、本当に。すみません、隠れてます。隠れないでください。どうして隠れるんですか。インタビューしたい、インタビュー記事書いてあげます。隠れてるファンの方にインタビューして記事にして何売ります。おかしいな、なんでだろうな。だって記事書いたら売らなきゃじゃない、わかんないけど掲載していただいて。目立ちたくない。なるほど。目立ちたい、まあ確かにね、気持ちはわかるけども、隠れたい時もあるよね。ずっと隠れてるじゃん。だって時じゃなくて時たまだったらまだね、あるよね、わかるけど、あーバレたら困ることがいろいろあるんだ。そっか、それでいいの？隠し事をしてこそ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 生きていくの。そういう生き様でいいの？言い方が悪い。でもだってさ、優しい嘘ってのがあってねって。でもさ、分かった、ちょっと待って、なんか分かるよ、そのなんかそのさ、その気持ちがさ、やっぱりなんか浮つくのはさ、人間だからそういうこともあるのはわかるよ、わかるよ。
分かってくれる着るんじゃないの違う違う、やった分かってくれて素直に喜ぶな。どうしてどうしてどうしてなの。じゃあちょっと一回さ、その出来事を整理してみよう。村民の皆さんはさいやめっちゃ悲しいよ、悲しそうじゃないって言われてる、めっちゃ悲しいんだけど、なんかめちゃくちゃ悲しすぎて笑いが出てしまう、笑いがこぼれ落ちるこれはでも本当にですよ。一回その起きた出来事を整理してみると、その2期生で私が加入してきた時にこう見つけてくれた方とか、まあ、私がねもっと歴を重ねてから見つけてくれた方とか、なんか確かにそのわかんないよ、逆に私もそのあの浮つきによって来てくれたファンの方もいるかもしれないけどね。でもなんかもう大声はるかってこうあたり一面がなった瞬間があるとするじゃないですか村民の皆さんに。でもさ、新しい子が入ってきたりとかさ、他のメンバーにさこう見つめられただけでとか、なんか可愛い声で声をかけられただけでとか、なんかそれはさ、なんだろうね、その浮気以外の何者でもないじゃないですか。その結構私のこと好きなファンの方ってわかんないよ、私が思ってるだけだったらめっちゃ悲しいんですけど、私はそのさっきもね歴史を話してたように、なんか最初全然そのいいポジションには置いてもらえなかったけど、ファンの方とも頑張ってその絆でここまで来れたっていう自負はあるんですね。だからその固い結束があるわけですよ、村民の方とはね。だしその公演でのパフォーマンスとかいろいろ発信するものを好きって言ってくれるっていうのは、私にとってその自分の中にあるものを出してるから、なんか自分をねすごくねなんか受け入れてくれる人がいるんだみたいな、ファンの方ってそういうなんかもうなんかすごく私の気持ちを支えてくれるような絆がすごく強いって私は思ってるんです。でもだからそのなんか結束力が軸にあるのにもかかわらず、なんかそのこう見つめられた、だ目だよ目、その目って何、このなんか白目黒目のこうなんか水分でできてるじゃないですか。それでこう見られただけで、そうなんかキュンみたいな、それはどうしてなんかどうしてなの。なんかだからよくそのファンの方ってショールーム見ててなんか雰囲気が好き、話してることとか考えてることが好きって、もちろんその見た目とかも好きだけど中身がすごく好きだよって言ってくれるから、そこに私は本当に救われている部分があるんですね。うん、いや簡単に見た目でやられてるやないかいみたいな、なんかそういうことが本当にあるじゃないですか。つまり皆さんは可愛い女の子のこの手のひらの上で転がされてるという状態なんですよね。でもそれでもそれをね本人に
こう今伝えるじゃないですか。でもそれでもいい、それでもいいんですみたいなえ、どういうこと本当に。転がされるのが好きな人もいる。なんでよ。一回冷静に考えてみて。私はなんかこんな感じですけど、すごく心をもうで向き合ってるつもりですよ。え、真摯に自分で言うのもなんですけど、よーく転がりますこれなんでなんですかね、本当に。なんか一瞬泳がせてた時期もあった、あんまりこういう話しないみたいな。けどそしたらなんかみんな、そのはるるんが最近あんまりその怒ってくれなくなっちゃって寂しいって言ってくれるかなっていう作戦だったんです。でももう泳ぎっぱなしでびっくりしたの私。最初の頃はまあちょっと浮ついてる時期なんだなって、いつもだったらこのタイミングで釘を刺さないといけないって思うんですけど、でもちょっとまだね、まだ何も言わないでおこう、まだ我慢しておこう、でまたちょっと経って何かを発見して、いやでも今回はまだちょっとそろそろ私のカツが欲しくなってみんな帰ってくるって思ったの。でももう行きっぱなしなの、びっくりしちゃうねえ。でなんか本当にてるの分かる？作戦失敗わらじゃないよ。なんで笑ってるの？ねえ、どうしてなんですかね。帰ってきてください。帰ってきてよ。笑ってる場合じゃない、ごめんなさい、本当ですよ、本当ですよ、分かりましたか。ルルンルンルンルルルンルンルルルンルンルンルルルンルンルン、とりあえずウインクくださいって言われた。でも私ウインクできないんです、ごめんしゃい。
念じてます。ん反省の弁をね、自覚がある人はね、何かしらのコンテンツで私に送ってください。はい、あの反省の自覚がある人は反省の弁を。反省文提出反省文を提出してください。皆さん反省しましょうって。そうですね、頼みますよ。本当に。反戦ソーダ歌います。それだって秋元先生の歌詞じゃん。自分で。自分で詩をさ、誰かの詩に頼るな。しかもものすごい先生の詩に頼るな。曲作れって言ってないです。違うじゃん。反省文。すげえ怒ってらっしゃる。ねえねえねえ、怒ってるのさ、いやこれはさ怒るよ、怒る案件だしさ、これで怒ってるってさ、あの怒りっぽい人みたいにさ言うのもさ違くない？え違くない？私え怒りっぽい人扱いされるのはさ、なんかなんでって感じじゃん。ねえ、そりゃ怒るよ。やだやだ。なんかさ、でもどうだろう、そのあとね公園でさ、やっぱ久しぶりって言ってくれる方がいるの。それはその私推しじゃないファンの方ね、 NGT のファンの方で他に推しメンがいらっしゃるから、その一応私も現場はあったんですよ、舞台とか舞台挨拶とか映画の。そうだから、その私推しじゃないから劇場でしかハルルにはまあ会う機会がないっていう方が久しぶりって言ってくれて、あなんかその時思ったのは、うんそっか、ここに来ないとお会いできない方もいるのかっていうふうに思ったんですね。あでも中にはね、私推しじゃなくてもその舞台挨拶とね、舞台に来てくれる方もねいらっしゃったんです。本当にありがとうございます。できればね来ていただきたいです。
まあちょっと推しメンじゃなかったとしても嫌いじゃないよっていう方はよかったら本当に来てください。はい、あ、舞台挨拶の方はまだあるので、なのでね、よろしくお願いします。そうなんですよ、これはね普通に真面目な話ね、なんかなんだろう、最近ハルルン劇場にいないな、何やってんだろうねみたいな、寂しいじゃんそんなこと言われてたら、なんかそういうこと、まあ、そんな感じの人もいるよなって、別に分かってたことですけど、なんか私は公演も大好きだし、でも NGT の名前を少しでも多くの方に知ってもらいたいから、グループの中での役割というかで、私が今できることはお外のお仕事で何かできることがあるんだったらそれ頑張ろうって思ってるんですね。だのにあいつ最近いないよな、何してるんだろうなみたいな。悲しいじゃん。なんかさ、いや、なんかそれは求めすぎかもしれないですけど、ハルルン推しじゃなかったとしても、なんか普段劇場でお会いするじゃないですか。で、なんだろう、ハルルン推しじゃなかったとしても、その NGT が好きな気持ちが一緒じゃないですか。だからなんか何してたんみたいな感じじゃなくて、ああ、こういうことをハルルンは外でやってるんだねくらい、ちょっとなんかちょっと行ってらっしゃいみたいな、ちょっとそのちょっとだけ温かい気持ちで送り出していってくださったら、 NGT を広めていけるように頑張ってね、行ってらっしゃいみたいな、ちょっとだけ温かい気持ちでなんか見守っていただけても嬉しいなって、そういうことをしていただけたら。そういう感じ？そういう感じね。
そう、そういうこと、そういう感じ。お願いしたす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 。気持ち伝わったし、しっかり理解しました。よろしゅうお願いいたします。よっこいよっこい。反省できました。本当ですか？本当ですか？分かったならよろしい。時計の針？怒っても可愛いぞって言ってれば許してもらえると思ってるんだ。でも怒っても可愛いはちょっとだけ嬉しい。いやでもそれで許してもらえると思ってるところがやっぱちょっとなんか慣れが慣れてるんだなって思っちゃいますね。私は皆さんと違ってそんなにちょろくないから、それでもブレずにありますよ、ちゃんと芯が。あーでも最近ハルルンのことちゃんと推したいなと思ったり思わなかったり。思わない要素はどこからなの？なんかさ、それはさ正直にさ、ちょっとこの場でいいよ、今は別に何を言っても怒らない。思わない要素はどこからなんです？皆さん、僕は喉からピンポン、ごめん、ハルルン推しです。ハルルン推しは大好き。でもちょっとね、本当にね、浮ついた心の持ち主多い。やっぱね、芯を持つべきですよ、人間。芯を持って生きていかないと、あの自分の進むべき道がブレちゃうから。芯を持ってしっかりとね、でしょ。そう、村民魂。
でれれれなんたらどんどんどん、あー、はい、よしよしよし、ハルルン大丈夫そうに見えるんだもんって、どこがいや足はガタガタすぎるでしょ、もうぐらついてますよ本当に。どうしようって、どうしようって思うけど、どうしようって思う、思ってるんだけど、ナウラウディングみたいな、パソコンの画面みたいな、ぐる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 です、こうなんかぐるぐるぐる、トンボなのでやめて、え、ごめんねまさかだった、うん、どうしよう、充電、充電はあと何パーセントかわからないので、とりあえず充電器を挿しました。でも充電しながらスマホ使うのってなんかスマホに良くないんだよね。そうなんだよね、そうなんだよね、
なんかあったの？何にもないですよ。日常のこと、みんなが浮ついてるよねって話。長がついてるよねって話。それだよ。気をつけてくださいね。ちょっと久しぶりに言ったから。平村長さんものし、そのくらいは知ってますよ。知ってるけどね、全然やってる。意味ない。なんかね、ファンの人のタイプがなんか大体その分かるというか、あ、私のファンの人こういう子好きだろうなみたいなのが分かるから、もう何にも言ってないのにママとそうなってて、あ、なんか、あ、そうなんだって感じ。なんか好きそうだな私のファンの人って思う子は結構共演者の子にもいますね。ああ、私のファンの人が好きそうなタイプだなって。わかる、すごくわかるよ。やだよ、言わない、マジすぎるから。いえ、グループ内もそうだよ。グループ内でもいるよ。でもマジすぎる場合ってさ、言えないじゃん。え、何？球界男子見て好きになりましたって。本当ですか？嬉しい。どなたかのファンの方なんですか？嬉しい。よいしょ。そうだな。なんか雰囲気とか、雰囲気ですね、多分。雰囲気、うん。顔の雰囲気もあるけど、なんか喋る感じとか考えてることとか雰囲気。ありますよね。分かってるんですよ。
ろしくお願いいたします。眩しくなってきたな。私が最近頑張ろうって思ってることは、でも4期生のみんなとまず距離を縮めることと、何かヒントになるようなことを与えられるような先輩になることを頑張りたいなって思ってることなんですけど、でももうなんか難しい。なんか私ね、生の人間とね対峙って何、その話すのが本当に得意ではない。でもなんか4期生のこのこともよく分かってないから、なんか何とも言えんなって感じなんだよね。でもなんか私すごくやっぱりなんか自分で話しかけに行けないから、その第一印象がやっぱり自分の中で強く残るから、なんかちょっと初めての人とか、怖いって思っちゃったらそれ以上近づけなくなっちゃうのね。そうなんだよね。なんか人にはいろんな一面があるから、違う面を見たりとか、私も初めましての人に自分を出せない時ってあるから、その自分じゃない、なんか自分でも嫌いだなって思う自分が出ちゃったりする時ってあるじゃん。だからなんかいっぱい話すことって大事だって思うんだけど、なんか人とそのなんか自分から話しに行くことがなかなか難しいのと、まだよくわからないんだよね。みんなの気持ちみたいな部分が、でもこの前2日の公演では奈々ちゃんとちょっと話したな。あとひろかちゃん、なんかすごく2人すごく何いろんな、なんか頑張ってるんだろうなって思う。すごいなんか真面目に頑張ってる、偉いなって思うし尊敬できるなって思う。でもなんか自分が初期の頃とかを考えたら、なんかできる
側の人間じゃなかったから振り覚えがなかなかみたいなのも気持ちがわかるし、だからなんか、なんか大人の人が与える課題はそれは本当にそれで見ていいのかなって思ったりとか、でもなんかもっとこのグループに入って頑張りたいっていう気持ちがあるんだったらそれを見せてほしいなとも思ったりもするし、だからなんかみんなのことがよくわからないなんか4期生のこともわからないし、大人の人の中でどうまとまってるとかわかんないし、他の先輩メンバーがそれをどういうふうに思ってるのかも本音はわからないけど、でも少なくとも今与えられてることをなんか与えられてるものの中で自分で考えたやれることをすごい全力でやってるなって思ったんだよね。ななちゃんとひろかちゃん、なんかそういう子たちが思いを持って入ってきてくれて一生懸命やってくれてて、なんかなんだろう、一生懸命やったからって結果が出るとは限らないけど、でもなんかそういう子にチャンスが巡っていったらいいなって思ったり、その頑張りをこうなんかいつか見せれる日が来るといいなって なんかファンの方もなんかね、いろんな方の目線で見たらすごく見えてる世界とそこから思う気持ちとか思いはわかるんだけど、なんかね、例えばその公演になんで出れないんですかこの子はみたいなあるじゃないですか。でもそれはそのそれなりの理由があるから、なんか理不尽に出れないとかそういうことはなくて、そういうことはないんです。ちゃんと理由があるんだよね。だからなんかなんで運営さんなんでですかみたいな、それはちょっと運営さんのせいじゃないですっていう時もあるし、でもなんかだってさ、経験不問でさ、オーディションで募集して撮ってさ、なんかさ、いきなりさ、私たちの代もそうだったけどさ、ダンスでなんか序列が最初の序列が決まったりとか、なんかすごいなんだろう、できてないのは分かってるんだけど、なんかなんだろう、どこにもぶつけられないようななんかモヤモヤが私は初期の頃あって、なんかだからまあ頑張んなきゃなと思ったけど、
なんかスタッフさんはさ、メンバー側にはさなったことがないわけじゃないですか。だからなんかどのくらいのそのなに負担が、これはどのくらいの負担があって、これはどのくらいの負担みたいなのって、そのなんかあんま肌感ではわからないじゃないですか。でもだからなんか、ね、それでいいのかなって思うんだけど、一応言ってみたりはするんだけど、でもなんかそんな簡単にパパって決めたわけでもないから、大人の人も。でもなんかそうだな、でもなんか頑張ろうっていう気持ちを持って入ってきてくれてる子にとっていい環境が作りたいって、すごくもうひたすらにそれを思ってる。いい環境っていうのはやっぱり少なからずその場にいる人たち全員が意識が高かったりすると思うし、結局環境だと思う。でもなんかどうしてもさ、努力とかやる気とかだけじゃさ、そんな世界じゃないじゃないですか。なんか頑張り方が大事だなっていうのは数年前からなんか思ってたかも。ただなんか闇雲に頑張るで結果が出ない、なんで私は認められないんだこんな場所っていうのは違うかなって思う。なんかそれでそうだな、でもやっぱり推しが言うことがやっぱファンの人にとっては全てみたいなところはあるじゃないですか。なんかそれでなんだろうな、なんか違うなって思っててもなんかその子推しだった子だったファンの人からはなんか、ああ運営のせいなんだみたいな、グループの環境が悪かったんだみたいな、そうやって思われてグループが傷ついていくのを私は見てきたし、違うのになって思いながら見てきてたから、なんかそこはすごい悔しいし、だからなんかなんだろう、もちろん何自分のことを一回見つめ直してからそういう発言はするべきかなってすごく思うのね。でもそういうのってさ、言ってもさ、そうなっちゃってる、そのモードになんかガッて入っちゃってる子には伝わんないよねって思って。
でもなんか、だからきっとみんなその根っから悪い人ではないと思うんですでもやっぱり自分を守りたいとか、なんかプライドとか見栄とかあるし、それは全然持つこと悪いこととは思わないけど、でもなんかそれによってこうなんかね、こんがらがっちゃうんだよね。なんかそれを本当に見てきてめちゃくちゃ悔しい思いをいっぱいしてきたからし、なんか最近すごくグループを守りたいなって思うんですね。私がこうやって話してるのも私から見えてる NGT48 だから、なんか他の立場の人から見えてる NGT はまた違う風に起きてるかもだけど、なんだろう、なんか私はなんか先輩は今もうほとんど卒業されていて、同期もほとんど卒業していて、新しいメンバーが入っていて、でなんかスタッフさんたちも結構変わってて、今のスタッフさんたちで、そうだね、なんか私たち2期生よりも昔からいたスタッフさんの方が少ないかな。だからなんかそうやってこう NGT48 っていう形だけど、中にいる人たちがどんどん変わっていってるっていうことなので、なんかやっぱりなんだろう、変わったなって思うかな。だからなんか人がこうこれからもどんどん変わっていくと思うし、メンバーとかもね、また新しいメンバーが入ってくるのかなとか思うけど、なんか人が変わっていく中でも、その NGT48 っていうのがこれからもなんか守っていきたい存在で、私の中ではなんかでも、難しいな言い方は。今の NGT48 も好きなんですけど、でもなんだろう、あれかな、やっぱりその秋元先生がプロデューサーとしていてくださるけど、でも私たちそんなに近しい存在、何近い距離じゃないので、秋元先生とは。だからなんか実質プロデューサー不在みたいな感覚的には、セトリを組むとか、なんか
ポジション、メンバーのポジションを配置するとか、 NGT のメンバーの誰かってきたお仕事を誰に振り分けるとか、なんだろうな、その会社の方針として決める人と最終的にそのどう見えるかの形、クリエイティブ部分をやる人、その多分クリエイティブ部分の人がいないんですね。だからなんか個人的にはちょっとなんかいつも結構キツキツでやって、なんとかみたいな感じになっちゃってるなっていう印象がすごくあって、なんかまあちょっと前からそんな感じは感じていたんですけど、でもなんかあんまり言わなかったのはそれはなんかグループを守りたいからで、でも今はもうなんか助けてっていう気持ちここでなんだろう、なんかね、全然運営のスタッフさんとも話すんだよ。話すし、話して結果なんか誰も悪くないの。だからこそなの。なんかみんなそれぞれ抱えてるものとかがあって、みんなそれぞれ頑張ってるからこそ、そのそれぞれが背負ってるちょっとずつの問題がこうギュッてなって何か起きちゃってるみたいなことって、なんか社会に出てもそういうことってよくあるのかな。どうしたらいいか分かんない。だからなんか私は NGT のお仕事と外のお仕事と今とりあえずやらせていただけることはやっていこうかなって思ってて、ただでも私のファンの方に分かってほしいのは、私は最近ここ数年でベクトルが変わったっていうことは分かっててほしいかも。だからなんかもちろん NGT のためにお外のお仕事をやり始めたし、でも今は自分のためっていうのも加わっててるから、より頑張ろうって気持ちにはなってるけど、でもNGT のために頑張ってるのには全然変わりはなくて、ただでもだから他のメンバーとかスタッフさんとかとなんか自分の向いてる方向が違うんだなみたいなのはすごく感じてるから、だからなんかなんだろう、外の世界を知って他の同年代の子ってこんなにすごいんだみたいなのも感じてるから、とかそのスピード感とかお仕事の、だからなんか NGT に戻ってきてなんか、あ、今のままじゃダメなんだなっていうのは分かるんだけど、なんかそれって私が言葉で伝えてもどうにもなんかちゃんとは伝わらなくて、これはでも結局意識の問題かなって考えた末にはそうなってるんですけど、目指してる方向とか、でも NGT 守りたいから、そのためにはやっぱり後輩に成長してもらえるように何かそのヒントを与えられるような先輩にならなきゃいけないし、
なんだろう、スタッフさんとも話して、自分のこともグループのこととかも話したいなって思ってるし、話してって、うん、なんかその何かな、なんかNGT48 がこう新潟県でもっとこう新潟の皆さんに親しみを持ってもらえるようなアイドルでいたいとか、なんかそういうこうお仕事、外のお仕事、 NGT としての外のお仕事とかにつながるような、なんかいろいろは、なんだろう、その会社としてのそういうのはすごくあのとってもやってくださってる感じがするけど、でもなんかやっぱりメンバー、その特に若手の子をどう育てるかみたいな、それってなんかその別に先生何かその育成のプロがいるわけでもないし、難しいんだよね。私も自分に自信ないし、そもそも完璧じゃないし、完璧じゃないから言っちゃいけないとかそういうことないけど、なんだろう、なんか人のこと言えないなってひしひしと自分のことを思いながら、それでもまあ話聞いてもらえるように、あんまり弱気なところは見せないように言うんですけど、でもそれでもなんか伝わってるのかは分からないんだよね。ただでも頑張りたいっていう気持ちを持って入ってきてくれて、実際ちゃんと頑張ってる子がのために何かしたいってすごく思うから、はい、そのために頑張ろうって思ってます。でもどうしてもさ、そうだよね、なんかまだ10代の女の子でしょ、見てきた世界もあんまりないってなったらさ、そりゃなんか認められたら楽しいけど、認められなかったら楽しくないよね。なんかその気持ちもすごくわかるんだけどさ、だし自分が悪いなんてもう言いたくないもんね自分の努力が足りないとか、なんだろう、なんかうっすら気づいてるけど気づきたくないみたいなのもあると思うし、うーん、逆になんか全部を見てくれてるわけないじゃんって思う気持ちもあるけど、でも全部を見てくれる人なんての方が少ないし、うん、こんなに赤裸々に話すのはあんまりあんまり初めて。
なんか自分のことはあれだけど、あんま人のこと言わないですよね。わかんないけど、なんかだから言っちゃった時にさ、なんかいやでももういいんだ私は、もうなんか何でもとにかく NGT が違う方向に行かないといいなって思うから。あ、春コンの時、春コンの時はそうですね。春コン、でも春コンからかな、なんか、そうだな、そう、そうですね、はい、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうってずっと考えてる、毎日考えてる。なんか、それぞれの気持ちの方向が違うからだなっていうのはありますね、やっぱり。正直 NGT に入れてもう、なんだろう、満足っていう気持ちの子もいれば、NGT の私はもっと NGT がたくさんの人に知ってもらえて活動の幅がどんどん広がっていったらいいなって思うですね。今には全然満足してない。それか、あとはグループの中で上に行きたいみたいな。だからなんか若干その頑張りたい方向でも方向が違うたりもするし、なんか言えないこととかもある。私はみんなそれぞれ自分の魅力に
気づけてないのかなって思う。なんか絶対その役割ってあるし、できること得意なことってあるじゃないですか。別にセンターじゃなくてもいいと思うんだ。センターが一番いいところだとはあんまり思わないんだよね。センターはセンターの役割だから。グループが全体が魅力的に見えるような人がセンターに立つべきかなって私は思ってる。だから、そうだな。そこはでもあるよね、きっと。なんか求められてるものと求めてるものの若干の違いみたいな。それがある気がします。でもみんなすごくそういう葛藤とかにも戦いながら頑張ってるから、ありがたいことに私はきっといろんな何かが重なって外の世界を見せてもらえたことによって気づくことができただけで、みんな見えてない世界があったり気づいてないことがあるからそうなっちゃってるかもしれないけど、根は悪い人じゃない、本当に全員って。だからこそグループがみんなの力でいい方向に行ったらいいなって。思います。じゃあそろそろ配信やめようかな。じゃあ壇上の方をお呼びしますね。なんか言いたいこと伝わってない人がいてモヤモヤするけど、もう終わっちゃうね。13位玉三郎さん、12位ストーンさん、11位坂健さん、10位スマイルさん、9位中さん、8位ダメ男さん、7位風の足跡さん、6位文星さん、5位りょうさん、4位ぴょんぴょこぴょんさん、3位勘九郎さん、2位おしょうさん、1位ひよぽんさんです。ありがとうございます。じゃあまた。ということなので、あの配信の最初の方に申し上げた皆さん、本当にねうかうかしてるファンの方はちょっと改めていただいてよろしくお願いいたします。なんか結構配信したね。はい、反省文の提出をお待ちしております。
じゃあねー、バイバーイ。